第34期縦断戦ベスト 16D 択実況の大車翔です。解説は広柴田が務めます。柴田プロよろしくお願いします。お願いします。それでは早速対局を、見てまいりましょう。第34期縦断戦ベスト 16D 択2回戦東杯の開始です。はい、この2回戦、トンチャに、西川、南茶に青山、そしてシャーチャにダンプ、ペイチャに花岡という並びで、開始しております。トン一局、親は西川、ドラは数万です。まもなく画面の下に、1回戦のトータルポイント出てくると思われます。はい、まずは西川の手牌ですね。あ、ポイント出ましたね。はい、以下の通りになっています。ダンプがトップで 28.9 ポイント、3人浮きで、西川が1人沈みのマイナス 41.2 ポイントとちょっと大きな争いになってしまいましたね。ちょっと西川は苦しかったですけど、まあ、ここは切り替えてというところですかね。ですかね。まあでももうここプラスもう欲しいですよね。次もマイナスだと相当苦しくなってきますよね。例えばダンプさんが走ってくれる分にはまだいいのかなっていう感じですかね。はい、もう結構西川さんにとっては相当並びも出てくるだろうから、そうか。むしろだからダンプじゃないですもんね、今のところターゲットは西川からすると。そうですね、1人抜けや、ね、2人抜いて2着に入り込めるかっていう状況に今早くもなってるんで、そうですね。さあ、西川は7、8、9の3色見ていきたいです。ただ残り4回あるんでね、みんな楽にはできないですよね。まあそうですよね。別にダンプもこれで相当楽になったなってほどではないではないですね。ですよね。下が近いんで、はい、お、さあ7、8、9の、形は確定しましたね。3色は確定する形になりました。純ちゃんも見ていい層残しと、で8万おからぎ、あ、からぎりじゃないか。ダンプ、さあ親の西川、この手を決めれれば決めたい。はい、フェンサンピン入れた花岡、そして青山、カンサンピン入れて、シャンテンですよね。はい、ヤンマン切りたくないですよね。でも後継残しなら2万、はいはい、そうですね。頭を確定させる。おー、そしてドラドラの、あ、チャンステのダンプ、キューピンが倍に出てるからチーピンのくっつけは悪いと見たんでしょうね。はい、ここでリーチを打っていった。サブロも、ったらね、はい、ダンプね、大喜びですよ。あーってやった、とでもねって思いますよね。これいけないでしょうね、なかなかダンプに。ローソーになるのかな。まあ、とりあえずローソーから切って、ね、2差しになったら勝負っていう感じですかね。Gピン残すっても考えてただけにちょっと痛いですけど、まあローソー、青山さんの手でローソー残すのは上がりやすさなんで、はい、あんまり上がりやすさよりはもう打点付けちゃおうってことですかね。そして西川はここで仕掛けを入れていきました。カンパーマンチして頭がないシャンテン、おー、ここでイーマン切り、いたさ、あ、でも違うか、ウーピンか。さあ、ここでダンプが上がれればまた大きなリードとなりますが、あやまさんちょっと手がもう見合わなくなってきちゃったから、もう一度1万なって、まあ、イーマンジャンマンって切っていけますもんね。仕掛けを入れた親に対してジャンマンが切りづらいのか。
追いつきましたね。あ、追いついた。これジャンマンちょっと危ないんじゃないですか、ね、ちょっと危ないのかな、青山さんの、はい、これですよね。今間に合っちゃった形になります、うん、出ていけば、ね、あ、そうですね、これが西川の当たり牌になった、うん、ここはうまく西川がリーチをかわしたという形になりました ね、はい、3色1500の、あ、2級、まあ、ドライ1、3色ドライ1に、2900の上がりですね、失礼しました。これで西川さん何かきっかけになるといいですね、うん、この上がりが。青山もジャンマンから切っていくっていう手もなくはなかったのかなって感じはしましたけど、うん、まあ、いい安全な方から行ってジャンマンが間に合ってしまった形になりましたね。今おっしゃったように、きっかけになるかどうかですね、うん、したいですよね、ぜひね。しないとちょっと相当なビハインドショットしまいましたからね、うん、1回戦でドラドラドロドロです。うん。一本馬親西川のレンちゃんドラがすっぴん。花岡さん打点こそないけど、はい、形はいいですね。そうですね。こちらですね。うん。うん、画面確定していて残っている形も。伸びていきそうな手配ですね。青山もここでメンツが2メンツでの中で完成してイシャンテン。ただみんな手が悪くないのでまたちょっとぶつかるのかなっていう印象はありますか、うん、断蔵からいった。ラブドラにウーピンがくっつきます。こちらもいいですね、日頃の3色も見えるし、花岡も悪くはないけど、おお、なんで単野って音ですかね、西川さんの単野で動くってことですね、はいはいはい、これね、うん、断蔵切りちょっと意外でしたね。断面と圧を、輸送が場に2枚切れているとはいえ、うん、動ける形にしたいんでしょうね、形が。青山9ピン切ってますけど、とりあえず残夜方向にといった。このそれはもう狙い通りでしたね。そうですね、これはちょっと面前でやるのは苦しいという判断だったんですね。すごい、さあどんどん仕掛けていく。2つポンして、関数層関数マンのドラドラジャント、うん、リーチアンテですね。あ、リーチきた。青山ここで転敗してサブロー層でリーチ、高めイペイコーのタンヤをリーチ打ってきました。数層がないのかな。数層ないです。ないです、ないです、はい、西川さんの、はい、山にはないですね。でも一応今ロー層の受け入れできましたね。ただロー層ね引くと三蔵ではアウトですね。そうですね、もう西川さん相当苦しいね。そうですね、数層ないのにね、数層なくて関数層立つがで三蔵が手に入ってもほぼ前に出れば当たるっていう、関数層待ちになればと。数層、あ、これはもしかしたら数層出て数層、いやでもイーソー切りやすいですから、イーソー切りますよね、3枚これで数層切ったらね、もう、わあ、これ数層切りやすい条件つく状況作ってるのかもしれない。ただまだ数層出るかな。そう、ダンプ転敗カンパーマン追っかけに1いった。すごいやる気ですね。一応積もればハネマンダンプですね。1通ドラドラだから、そう、1通ドラドラやめて、なんと西川パーマン、西川さんの西川の手にパーマンが、あれ青山さん何、あかんか、ハイパーピンアンカンしてサブロッソはいない。え、これパーマンってまだ山に2枚いますよね。あ、この数層持ってしまいましたね。もうこれはパーマンが宝珠になりました。うーん、これはダンプの上がりリーチ一通ドラドラ8000は8300の上がりです。まあここは強く前に出たんですが、西川そうですね、感じました。まあ、ドラドラでしたからね。
でもこの1回戦から見るダンプのこの意気込みをすごい感じますね。そうですね、今のだって別に闇天でも全然、そうですよね、闇天の方が多いぐらいのテンパイ、ね、ぐらいでも良さそうですよね。確かにまあ最初のリーチに現物でも筋でも何でもないっていうのはあるんですけど、うん、それにあの多分青山さんとか多分十分系待ちあるじゃない、いいじゃないですか、はい、多分、はい、だから待ちはダンプ系だけは打点がある、うん、だからほぼ五分じゃないですか多分リーチ、はい、だからリーチ棒ちょっともったいないかなと思って闇手に構えるとか、はいはいはい、5分の勝負だったら、はい、だけどリーチなんですよねダンプの選択は。でも出上がりって点数変わらないじゃないですか。そうなんですよね、積もるために積もった時はそりゃ跳ね間になりますけど、だからそのまあ他の人たちより少なくても花岡はもう絶対来なくなりそうな感じですよね、リーチを打てばそれを狙ったのか、意気込みですね、うん、花岡さんめちゃくちゃいいんだよ、うん、はい、次の曲見ていきましょう。ドラガウーマンですね、トン2曲親が青山急走あいつどうするか、うん、もう、まあ、形でってことですかね、まあ親に好きとかもしれないですね、はい、今回はじゃ花岡がいい、この通り、あチーマン引いて形が決まって、先輩リーチ、リーチ打ってきましたね、ウッパーマン待ちドラかイーペイ効果、そうですね、あ入った、たった一通だったかって、うん、ここにドラが重なる、ダンプはちょっと今回は守備的な打ち方でしたがドラが重なった、また西川の手にパーマンが浮いてるんですよね、西川これもう時間の問題みたいな手配になってませんか、うん、まあ、まあ行け前に出ればですけど、もう強くいった、うん、このパーマンは、うん、宝珠となりました。リーチイーペイコー2600の上がり、チーピンが現物だったんですけど、うん、それは分かってるんだけど今回強くいくっていう選択をしたんですね、はい、はい、トン3曲となりました。親はダンプ、ただ花岡さんにしてはね、あの、当面のライバルである青山さんがこう、はい、2万3000点 ね、自分の見てるなんで、はい、これは結構、ね、絶好の上がりと、そうですね、ちょっと2回補充が続きましたからね、うん、続いたというか、まあ、2回補充がありましたから、うん、さあドラが3万、ダンプハイパイはまずまず良かったですね、花岡の手配、青山ちょっと重たいか、ダンプ面白いですね、うん、これ手配強くしてるんですよね、チュン・ハクトを切っていってるのが、はい、だってね、1万とかいらないの、何とかいらないのあるんだけど、うんうん、で見てるとね、大したことなさそうな手なんだけど、打ってる側からしたらダンプがいつこう、はい、リーチってくるかなとか、うん、特に想定して戦っちゃう、このやはり公式ルールでは序盤の切り出しってすごい大事ですもんね、うん、注目してどの人が速そうだとか、そうですね、打点がありそう、何してそうっていうのを推測していくのが最初のまあやることみたいなところありますからね、そうですね、あとダンプ今日調子よく見えるじゃないですか、はい、ね、一通のリーチとかどう打ってるあたりが、うん、もうよりみんなから他の方からは強く怖く見えますよね、うん、ダンプの手は、なのでこういう細かいところで厚掛けしているという、うん、まあ、こういう、まあ、繊細なプレーが実はあるっていうことですね、ダンプのね、うん、序盤の切り出しに、そう、うん、そう、ドラを引いた、うん、西川も形が良くなってきました、手が進みます、おお、いいとこ引いた花岡、これで6チッパーか7、8、9の3色どちらでもいい、ね、あの天杯まではですね、うん、
高め3色のテンパイに必ずできるといういいシャンテンになっています。ドラも1枚あるし、はい、絶好ですね。そうですね、数万とか引いちゃったら花岡一通確定するんですけど、数万引いたらさすがに、あ、テンパイした、うん、どっち、リーチいきましたね。そこは強くいった。老急走待ち、ピンフドライジ高め3色のリーチを打っていきます。急走つろなつもならばハネマンのつもになります。さあどうだ、ダンプもいいシャンテンですね。うん、そうですね、ダンプ単品系のリャンメン、リャンカンのドライチ、ダンプ急走持ってきたら打ちますね。でもそうですね、うん、ダンプ三蔵が入れば強制的にローソーが出ますけど、うん、リャンウーマン引いた時にどちらに受けるかですよね。あ、これで出ない形になった。追っかけリーチ行く、リャンウーマン待ちでよ、リーチに行った。リャンウーマン対老急走、どちらも打点は あ、積もった、高め積もりました。花岡いいタイミングで積もりましたね。はい、リーチ積もピンフ3色ドラ3000、6000の大きな上がり。いや、こういうリーチを先生で打って親から追っかけリーチが入った瞬間積もったりすると嬉しいですよね。嬉しい、嬉しいよかったってなりますよね。よかったし高いし、ね、1000点増えたしみたいないや、この上がりで4万5600点と大きなトップ目に立ちました、うん、花岡だいぶ景色よく見えますよね。はい、これだとしかも1回戦目あの浮きで追われたっていうのはこれで大きいですよね。あ、そうですね、うん、うん、さあ東4局、親は花岡、勢いに乗ってきたか。この親番ドラはいいそう。さあこのハイパイからどうしていくか、自敗から切り出していく、そして西川の手牌、青山どうか、ドラが1枚、そしてダンプ、ちょっと映るの遅かったですけど、はい、いや花岡来ましたね、うん、来ましたね、うん、ここから、まあ、西川さんもきついし青山さんもきついと、はい、この劣勢の時にある程度、はい、あの力の差が出るから、ここはちょっと青山さんもしかしてすごい苦しいかもしれない。うん、まあ、やはりこの今日の4人のメンバーの中では、青山が若手で、うん、まあ、挑戦者的な立場ですからね、経験値的にもやはり、うん、ここの立ち回りが結構その運命分けるじゃないですか。負けるときにどう、今回劣勢だから、はい、抑えるのかそれとも加点するのかとか、はい、まあ、その判断ミスが命取りになりかねない状況と。そうですね、もしこの半チャン例えば1万点切るようなラスを引くと相当きついと。なるほど、悪い時にもまあ耐えて、そうですね、同じラスになったとしても失点を防いでるのかどうかとか、そういうことですね。まあ加点できるとかした方がいいんですけどね。はい、さあ花岡手が進んできました。青山1、2、3の3色を見ながら手を進めています。例えば白を1枚目見送ったんだけど2枚目をどうするかとか、青山手牌ですね。今回白泣くのは多分悪い方向に来そうな気がします。あ、そうですか、うん、これですよね、はい、白泣くと。まあ、1枚目はあ、これギャンゾー引いてどうするか、3色を見るか形を選ぶか、見ましたね、3色、うん、ドラ引きも見てるってことじゃないですか、うん、あ、ドラ重なったら、うん、シャンポン、素人のシャンポンに受け、うん、ね、変えるってことですか。でもまあ打点があるんで早く形決めたいっていうのがあるのかもしれない。今3万と数層の安全度の比較をしてた感じがしますけどね、はい、うん、そういうとこ引いた西川、これでいいシャンテン、ドラが浮いている形、あ、形的には裏目になりましたね、うん、形の方を選んでいればテンパイでしたけど、うん、いいシャンテン、はい、西川さんはどうするのかな、チュンとか
どうするんでしょうね。梵天ですけど、三面ちゃんですけど、ドラを切らなきゃいけない。ジュンはまだ場に一枚も出てないですね。誰も持っていないですし。千点ね、なんか上がりたくなくなってきちゃいますよね。ああ。どうする？闇点かな、一回。リーチだ。ウッパーマン待ちでリーチ3色のリーチを打っていきます。闇点でも良さそうでしたけどね。ああ、そうですか。このまあ、セオリー的にはまあリッチ打ちたくなりそうな感じですか。一応5200から、ね、ドライチで、あ、ドライチなんですね、失礼しました。あやみ店の方が多そうですね。だと西川さん以外の出上がりは結構どっからでも良さそうな、うん、そうですね。強くリーチに行きましたね、うん、やみ店で、あ、違うか、花岡さん天敗じゃないと。パーマンはちょっと薄いんですよね。パーマンがあと1枚しかない。ウーマンもない、ウーマンがないですもんね。山にはパーマンが1枚だけ。西川さんはまあドラが余るし手が見合ってないのでここは引くと、はい、青山リーチに行ったが、うん、これ闇天だったらどうなったかですよね、うん、西川さんもしかしたら打ちがあったかもしれないですね。うん、ちょっと、うん、チートイツ、さあ対局が近づいてきた。難しいですよね。うん、はい、これ次が、配定杯ですね。うん、闇天だったらもしかしたら西川からの上がりがあったかどうかっていうところですけど、うん、まあ、ここはリーチを強気で打っていきました青山。そうですね、1人転敗で出局となります。さあこれでトンバが終了しました。難入となります。難局親は西川一本場ですね。ちょっと一回一上がり欲しかったかなって。そうですね。まあドラがなければリーチ行きたくなるのは分かるんですけど、ね、まあそうですね、うん、ドラが1もありましたね。さあドラが9万この難局はどうか。まあ厳しく言うなら僕これリーチするなら陳逸リーチして欲しかったなって思っちゃいますね。僕はね、うん、これ闇にすると思ったから今回、うん、そうですよね、うん、ちょっと厳しすぎるか、それはどうでしょう、分からないです、考え方的には。いやまあでもそう、これをこう打つならあれも打つとか、うん、そういうのはよくある話で、まあいい麻雀結構ね、はい、見れたんで、はい、だからこそちょっと厳しいや、うん、意見かもしれない、はい、西川さんどうするのかな今回、はい、さあ花岡はちょっと自敗が多いて、そうですね、9万がドラで難しくなってると、うん、そうですね、面白い手配ではありますけどね、うん、青山はおお数層いいところ引きましたね。単品系に持っていければ、ただドラが1枚あると。9万がドラ、こうどんどん内側によってドラがスッて余る形がいいですね、青山さんだと。西川さんどうするのか気になるな。泣いていくのかどうかとか、はい、この曲、まあこの親番はちょっと大事にしたいですもんね。落としたくないですね。うん、
多分動くなら早い方がいいなって本人も思うかもしれないし、うん、早く動くとあの相手の出方が早く判断できるじゃないですか、はい、あこのトンちょっと痛いと。そうですね、うん、おトラ重ねた、まあ、これで面前勝負になりそうですね、うん、いろいろ選択ありますよね、はい、もう3万もう横に伸ばそうっていうのが狙いですね、はいはい、なんか決めちゃいそうですけどね形ローソーとかそうです、ね、ウーピンあたりに一応なんかターツは減らしたくないなって僕は思っちゃうんですけど、うん、まあ、手広く野獣なに構えたっていうことですね。もう統一統一だ。三蔵、もう三蔵残しが行きましたね。そうですね、うん、おお、なんかすごい重なる本一までありますね。キューピン振り点ローピンも3枚切れですし ね、うん、むしろアンタツ落としていくぐらいの。そうですね、センターが来たら来るので捨てればいいだけなんで、はい、とりあえず今一度ローキューピン残しましたね。そうですね、おおロビン引いた。これでイースーソー嫌った。ほうほう、ピンズが場にやすいからですか。うーん、もうなんか全然迷いなかったですね、ダーツ選択に、うん、ダンプ難しいな。おーイーペーコーは嫌った。これで一応本一詣で、はい、西川さん泣くでしょうね。いいシャンテンか。でもにしかさんどうするのか気になりますね。急走とかペイがポン、はい、泣けるじゃないですか、はい、この急走動いたということは1万か。いい万ですね、本一に渡っていく。そしてとりあえず総図を処理し先にするってこういうことですね。おお、天敗ダウンソーペイの本一天敗ですね。ヤンゾーがうまく間に合った、うん、ヤンゾーがもう場に3枚切れてた、ね、ダンプは若干想像に反応ですか、うん、反応して7万とちょうどいいタイミングで泣きましたね。9層のさあ天敗青山リシタメンピンドラドライースピン想像の処理がギリギリ間に合いましたからね、うん、難しい。ここ結構大事ですね、西川さんも。 いやイースーピンでもめちゃくちゃいいんですかこれ。いやめちゃくちゃはいないんじゃないですか。スイーピン2枚、イーピン2枚とスーピンが1枚です。3枚、はい、西川さん2枚ぐらい。西川もそうですね、西川はリャンゾー1枚ペン1枚、うん、ジャンゾーないですよ。ジャンゾーないんですね、はい、あなるほど。じゃあウーソーが1枚あるんじゃないですか。ウーソー1枚ペン1枚、はい、ウーソー1枚ペン1枚です。五分でしょう、うん、3対2ならどっち勝つんですか小車さん的にそれはちょっと私は実況なのでわからない。そういういや勝つか言う、そリスクのある発言は僕西川さん勝つのもそうですか。じゃあ僕は青山さんに1票入れます。ああ、ね、オカルトですから僕どうなるか。でもなんかもう流局しそうですね。どっちももう弱ってるところは上がれないって贅沢言うなという話ですね。ここに嘘をきましたダンプがいっぱい上がり牌持って、うんうん、あさん5-2闇天39闇天だったら結構いい上がり続いたんですけどね。そうですね、2回闇天にするとダンプこれキル入っちゃうと困ってますね。どうするんですかね。おおなるほど、チーピンか。チーピンがいやノーチャンスノーチャンスですね、はい、ウーピンが4枚見えてるんでチーピン相当切りやすいんじゃないかな、はい、ただヤンピンが筋でただチーピンの方が切りやすいですよね、うん、ウーピン9ピンですからね、はい、青山さんの試合が
はい、ここで10局となりました。決着つかずということで2人とも予想は外れましたけども、外れた。はい、親の西川青山2人転敗で10局です。つかないんかいって思ったよね。だってあの順目で2枚3枚残ってて決着つかないとはあんまり思わないですよね。さあ、はい、しかし親の連チャンには成功しましたね。西川この親は落としたくないので南一局日本馬今一人浮き状態ですか花岡さんの。そうですね、うん、ハネマンツモを決めた花岡の一人浮きですね。まあ、脳天バップでダンプが沈んだ形。さあドラワデューハ西川のハイパイ、ちょっとツモが効いてくれないとって感じですね。そして青山、ダンプも重たい手配だ。花岡が一番まとも、あ、そう、西川もまあ悪くないですね。そうですね、単野を系に、うん、ただまあスピード感は全員ないのでやはり、曲の終盤に山場が来るのかなという印象ですが、まあダンプは36,000ね、親で引かれちゃったのはね、あのせっかく漫画上がったのに、ね、ちょっと痛かったですよね。それが効いて今原点持ってないですからね、効、うん、いてますね、うん。5回勝負だからね、あの体力が持てばいいですけどね、青山さんとかは。あ、長いから確かに、まあ、リーグ戦でも4回で それ以上の対局ってそのタイトル戦でしかあまりないですもんね。そうですね、5回は、うん、結構タフな方ですか柴田さんは。僕ですか、はい、いやまあずっと打てますけど、うんうん、集中力も持つんだけどどうなのかな、うん、体力作りはしてます。あの、うん、麻雀あの昔あの、はい、1日6回だったんですよね、はい、あの僕は鳳凰戦初めて残った決定戦残った時は6回だったら1日、はい、その時にちょっと体力ないの実感させられちゃったんで。ああそうですか、はい、うん、1日6回をねA1 の人と打つって体力相当いるでしょう。言いますよね。まあ僕は A1 で戦ったことがないんでその分からないですけど、そのやはり、まあ、瀬戸熊さんであってもその走り込みをするとか、ああそうですね、うん、その決定戦の前は必ず走り込みをして体力つけるとか、うん、まあ聞きますけどね。十段戦は今5回でしたっけ。そうですね、確か。あ、5回の最終日はちょっと違うんですよね。うん、あの抜け番がありとかで、はい、面白いですよね。あれは面白いですよね。さあリーチを打っていった花岡、うん、花岡はここで転敗してリーチを打ちます。サブローマン待ちのリーチドラドラ、うん、さだだる加点をしたい、うん、ダンプはちょっともう勝負ならなそうですね。そうですね、西川さんはもうここ行かざるを得ないぐらい行きたいから、はい、お、でもチューンは打たず。そうですね、チューンは打たなかった。チューン打ってもいいぐらいですけどね、もうどうせチューン切るでしょっていう形だったん で、うん、でダンプが引いてるの見えたから、はい、チューンをここに3万が来るが青山からは出なそうですね。サブローマン結構薄くなってますね。3万、あ、うん、どうなる。3万なくなりましたけどね。ただこれ西川がローマンが出ていく可能性がありますよね。うん、ありますよね。チーソー引くのてか転敗したらもう出ていきそうですけどね。あ、でも、まあ、これでそうですね、助かりますね。マンズがゴニャゴニャってしてきたら助かると。はい、ゴニャゴニャと、うん、マンズ、まあ、想像打ちはもう決めますからね。想像はもう現物ですかね、ローソンパーソーも。相当薄いですよ、サブローマン。もう、
まあでも2枚はいますね。ローマンが2枚か。はい、たたた。でもこれはね、まあ、実際は転廃してればローマンが出ていかざるを得ないので、サブローマンのシャンポン待ちにするって手もありますけど、西川さんの欲しい数値マンはもうやっぱり薄いんですよね。そうですね。ただペイチャの花岡がリーチしてるので最悪チーテンも取れるっていう、うん、取りやすい移籍順ではありますけど、はあ、ピンズもちょっとこの辺はピンズの方が切りやすいです、ね、まだ切りやすいですね、うん、スーピンがとりあえず筋でスーピンのワンチャンスになってるんで、あーパーマいった、パーマンが筋で切りやすい。5万も一応現物なんで、あそうか、なので3万とローマンのシャンポン待ちを最終形にするっていう手もあるってことですね。だからスーチーマンがね、おおお、これはナイスプレー、チーをして、うん、もうウーマン切れば助かります。切れますね、まあ、ね、おこの辺りの立ち回りはさすがですね。早かったらまた違う選択でしょうけど、あこれすごい良かったですね。7万引いたらうちでしたからね。あもうそうですね、ここで泣けたのが非常に大きかった。あでもピンズを切っていればサブローマン出ない形だったと。あそうですね、そうですね、 はいはい、どの道でしたね。そうかそうか、ピンズを嫌えばスーチーマンテンパイだし、マンズを嫌えばこういう安全に取れる、うん、そうですね。なのでまあ補充しないで進むのは済んだんですね、うん、どちらの選択であっても、まあ、今ちゃんとウーマン打ったので。あれでもサブローマンいるんでしょ、違うと。はい、次が配定配ですね。これで流局となりました、うん、はい、ここは、西川と花岡の2人転廃で流局になります。西川さんは遠いでなかなか手が伸びないのが苦しいですね。まっすぐ行きたいんだけどなかなか手が伸びず当たり配もやってくると、はい、でも粘ってるんでね、はい。しかしここで親の連チャンに成功、うん、西川、素晴らしい打ち回しでしたね。上がりたい、でも、うん、上がりたい上がりたい、うん、正直上がりたいでしょう相当。そうですね、なんかかろうじてって感じがすごいしますもんね。頑張ってるのに上がりが来ない、はい、さあ難一局3本馬、京卓の日棒が3本まで増えてきました。ドラがウーソー、西川のハイパイ、一面つあります。ドラを使ったジャンメンと集まる青山の手配です。ただ裁かれちゃう可能性ありますよ ね、 そうですね。西川さんも相当今来るなと分かってるんで、はい、みんなもうかつにリーチしづらいじゃないですか、いくらなんでも。相当手がリーチのみとか例えば、うん、ある程度西川さん来るから、はい、あの駆け引きのなんかカンちゃんとかだとやりづらいから、うん、だからみんな手役を作って役配とかでうまく使ってさばきに来ちゃうもん、うんうん、西川さんだから、はい、きついですよね西川さんね、うん、そうなってしまいますよね。展開的に引いてくれる親ならいいんですよね。例えば、はい、この状況で花岡さんを終わらす親だったら誰かリーチしたら降りる選択もあるじゃない、はい、花岡さんの場合は今、はい、でも今西川さん多分8割以上来るっていう選択で来るんで。そうですね、まあ、それだけやはり展望を持っていないと選択肢が減ってしまうということですよ ね、 ですね。その選択で来るとみんなが分かってるからなかなか攻めづらくもさせてるかもしれない、うんうん、青山カンパーピンを入れました。ダンプはドイツが増えてチートイツリシャンテン、西川さんが、西川がここで何をポンしました。イシャンテン、そうですね、ドラドラですからね、チャンスです、うん、あ嘘ドラですもんね。そうですよ、はい、これチャンスにしたいですね。ダンプが嫌がってきたなんですからね、あの自敗待ちにしたくないチートなんですけど本戦は、はいはい、それで打ったなんなんで、いっぱい構えていく西川、とにかく転廃を目指しています。花岡はイーソーをあんこにして形が良くなる、うーん選択、うーん
ポンザイ残したいですよね。残したいけど両冠にしました。決めきれないっていうことですか。うん、うん、おーリーチ来た。そうこれ怖い。青山からここでリーチが飛んできます。サブローピン待ち、なんだろう、まあ言いそう、言いそう現物来た。はい感知。いや6万なかったからね、絶好でしたね。うん、ああつかんだ。これですね。これは西川の上がりとなりました。うん、なんドラドラ5800は、6700ですね。はい、はい、ここは西川が上がりをものにしました。供託のリチボも4本ついて、そうですね、もう一上がりで3万5千点を超えてきた。ちょっと青山きついですね。うん、やっぱこうなっちゃいましたね。まあ青山のリーチも自然は自然でした、ね、そうです。今のはまあ普通なんですけど、うん、それまでだったんですよね。それまでが悪かったと。うん、さあさらに西川の連チャンとなりました。何一局4本場まで来ています。ドラがいいそう。これ西川さんね、久しぶりにですね、ようやく手応えのある上がりって感じでしたけどね。西川さらに連チャンしていきたいところ。ダンプの手が進む。花岡の手も早そうです。青山は28期生、今日の対局では挑戦者的な立場になってますね。うん、2段戦からの勝ち上がり。2段戦からだと何回勝たないといけないんですか。2、3、4、5、10連勝ぐらい回してる。まあ9連勝ぐらいですか。すごいよね。すごいですね。すごい、はい、でもその9連勝か10連勝かはですけど、はい、まあ、その背景は分かりますよね。うん、そうですね。してきたんだなって感じますけどね。8回ですね。8回、うん、8九段戦があるから、そうですね、8回勝ってると。8九段と QS がある。そうですね、はい、入れてってこと。入れて8回ですね。うん、8回とか普通勝てないですよね。まあ8連敗ですよね。うん、8連敗ですけど、うんうん、あれですよね、青山さんってダブル役満上がった方ですよね。あ、そうなんですか。違います。あ、僕知らないだけだと思います。連盟で、あ、プロリーグでダブル役満上がった。プロリーグかな。んグ、あ、マスターズ。マスターズ、マスターズだそうです。はい、なんと何のダブル役も上がったんですか。知らない。あ、そういうのは、そう、あ、2位層と、うん、小数式か大数式がちょっと今わからないけどっていうことですね。うん、あ、へえ。ダブル役マンが採用されたのはつい最近じゃないですか。連盟で、はい、そこでダブル役マン、多分一人だけじゃないですか。ダブル役満上がった、うん、昔福光さんがねダブル役満上がったけど、はい、それ僕いましたけど、対局に。公式戦ではないですけど ね、はい、うん、だからすごいよね。うーん、羨ましいというか、羨ましい。子供ですかね。6万4千ぐらい、うん、6万4千、6万4千って発生したいよね。積もってもいいですね。1万6000、3万2000とか言ってみたいですよね。言いたい。言ってみたい。
でも嬉しさがこぼれちゃうだろうね、それ発生した時で。さすがに申し訳ないけど、あの公式戦で100万転敗することぐらいは当然まあ あるじゃないですか、うん、その時のドキドキとかは比にならないでしょうね。上がった時ね、ダブルですもん。だってたとえそのダブル条件とかじゃない時でも嬉しい、めっちゃドキドキしそうです、ね。はい、ここは、花岡の上がりとなりました、そうですね、ちょっとあの役満の話で盛り上がってしまいました。2200の話ですね、失礼しました。はい、難2曲となりました。青山の親番ですね、うん、青山もちょっとここの親番で頑張りたい点数になっちゃいましたね。そうですね、うん、西川さんも4万点ぐらい欲しい。そうするとだいぶ詰まるんですけどね。さあドラはペ、青山のハイパイ、面白そうな手配ですけど、チーピンかペイかぐらいの選択じゃないですか。あのペはドラなんで、イーシャンテンですよね。はい、そうですね、そうですね、チーピンかペイぐらいの、うん、早く転敗したいよね。そうですね、何が出たらねえポンシなんだけど1500なんですよね。そうですね、でもポンシね、ポンシないともう何がどこ行っちゃうか、シャンポンの片割れが切れちゃったり ね言いそうがなくなったりとか しないのもだいぶ厳しいですね。そうですよね、泣かなくてもね、ペイが来ないと3900ですからね、最高で。してもつまんないけど、しなくても厳しいってから、やっぱりしなきゃいけないなっていう、しぶしぶポンをしそうですよね。しそう、これは。4統一なったけど、まあ、2面つての中で完成してるんで、なんか出た。動かない。泣かず。耐えた。耐えますね。2枚目はさすがに泣くと思うんですけど。2枚目は泣くよね。あドラカさん、でも何ポンするとペイ切りか、でもそう、さすがにそうだと思いますけどね。かぶってあーってなるパターンですよね、ポンしてると。さあこれで単野以降花を貸していきます。西川さんがちゃんとだから、あの言いそうが残ってるんですよね、手の中に。いや早く2枚目のなんでてほしいなと思いますよ。そうですね、テンパイが先に入ればこのイーソーが間に合う。おお、イーソー出ない、出ないですね。あ、これでペイですかね。はい、スーピンかペイですもんね、ここも。ペイだ、西川の手にドラが来る。チートイツですか。うん、かわいいシャンテンのまま、いいマンツもぎり。さあ西川がメンツになってちょっと方向性が、うん、あ、ここでいいそう、うん、中盤の難は止められちゃうかもしれないですね。そうですね、うん、ダンプ親の現物を持ちたいんですけど、うん、はい、どうかっていうところですかね、うん、まあ一応ドラのペイも現物ではあるんですけどね。ペイドラを切っていくとなるともうやめるときになる。これでまたリーチ打った、うん、リーソートナーのシャンポン待ちでリーチを打っていきます。
あのドラギリ粘ってスリムに構えなかったのが良かったですね、はい、スーピンアンコにできて。うん、そうですね、そういう選択も十分ありましたからね。そう、山にいますね2枚ね、はい、いい外なんかいます、1枚ずついますね。まあ、うまく面前で仕上げるんだという意思で1枚目スルーしたところ、うん、きっちり面前でリーチを打ってきました。何、うん、を積もれば2600オールの上がりになります。これは一応狙い通りにここまで進んでますからね。そうですね。で花岡さんは引いてくれて、ああここにいいぞ、あとは高めだ海、うん、まあ、流局もそんなに悪くはないかなという感じしますけどね。とにかく連チャンが最低条件のような、うんうん、だからこそあのスルーは勇気がいるところなんですけどね、うん、でも1500点に価値はないと、うん、一応経点取るか、これ経点取るかどうか、そう当たらない。あ、キューピンはノーチャンスだけど、ションパイ、うん、まあ、積もれるかどうかという局面になってきましたが、うん、お、ここで花岡が天敗、ウーママ筋の牌ですね。サブロッソ天敗、サブロッソ、まあ相当薄いですけど、サブロッソも3が、ローソがもうない、3が2枚ですね。3が2枚だったらそんなに悪くない、そうですね、順目的には悪くないです。なんだったら泣いちゃうよね2枚か、うん、現物です。流局となりそうですね、はい、ここは流局となりました。リーチを打った青山、そしてうまく天敗を取った花岡、2人天敗で流局となります。こういうプレーは花岡さん本当に安定してますよね。そうですね。でこれ2番手の石川さんと差をつけてと、はい、こういう天敗量は積み重なると大きいですからね、うん、はい、青山の親の連チャンとなりました。何2局1本場、現在ベスト16に残っている唯一の上流、こう1点青山です。サドラがローマン、ハイパイはちょっと微妙ですが、うん、行くしかない。さあダンプは中チャンパイしかない、ない。統一がいっぱい、西川も重たい手配、メンツはあるものの残った形があまり良くない。チャンタにしたいけどドラガー、そうなんですよね、うん、西川さん楽なのが来ないですよね。誰かみんなね、どっかで楽な、ちょっとこれ簡単かなと思うのが来るんですけど、確かにそうですね、うん、今回はちょっとダンプが早そうですね。顔面で雨の2射点になりました。必ず選択肢がある手配が来ますよね、そうですね、西川さんの、うん、やっぱあんまり何も考えなくてもみんな同じになるような手配で上がれるのが一番ですね、選択ないのが一番いいですね、うん、で上がると、うん、一方通行で上がりきると、誰でも上がれたよこのハネマンみたいなことありますからね、うん、青山手配が苦しい、パーマンを切っていく、トンの重なりを残しました。花岡は2つあんこ、
手が伸びれば高圧点になる可能性は秘めています。ジャンピンをここで暗冠。さあ転廃できるか、できない。老朽ピン椅子そのイシャンテン、できれば早く転廃したいですよね。そうですね、ちょっと若干薄くはなってきてますけど。お、転廃した。これでリーチですか。いや、わかんないです。リーチ打ってきました。老朽ピンでリーチを打った、ローピンが山に3枚、9ピンが1枚ですね。今2枚になったところですか。そうですね、はい、9ピンも1枚、9ピン残り3、全部で3枚と。はい、順目の割に枚数が少ない老朽ピンですが、花岡さんが統一性の手配進行なんで攻めるかもしれないですよね。攻めないか、どちらを。でもダンプに上がらせるのはあまり気分がいいものではないか。1回戦トップなんで。そうですね、まだなんか逃がしたくはない、ね、まだね。ここでダンプが上がってしまうと、はい、花岡さん今有利な位置がちょっと不利になっちゃう。はい、積もった。9ピン積も高めを積もとなりました。1積も E ペイコー1300-2600は、1400-2700上がり。ここは一番いい形で上がりになりましたね。ダンプこれで青山がちょっとこの2回戦は、まあ、ラスは受け入れなきゃいけないかなっていう点数になりましたね。一人沈みになっちゃいましたね。はい、まあ、一人沈みだけは避けたいなっていう感じですか。できればダンプと一緒に沈んでる方がいいか。そうですね、うん、西川さんラスだったからね1回戦。さあ南3局となります。親はダンプに変わりました。ドラは E ピン、ダンプのハイパイ、メンツが一つ役牌が統一でした。花岡もまずまず、西川は3統一1アンコ、今ペーチャでペーを重ねます。ドラがいいピンでチートイなんか見つつ面本も見ながらってとこですかね。マンズが伸びる。花岡は単野方向へ。おっと、ローピンが貫通になった。まだ暗冠はせず手の中に残します。そして花岡がチーマンをポン、単野を仕掛けイシャンテン。ここはもう曲を流そうと、そしてドラにジャンピンがくっついてペン3ピンのターツができたところで、手牌の方向性を今考えているところ。青山一旦自牌を切って様子見。ウッパーソータツができる、さあパーマン重ねたことでジャンピンを切ってドラが重ならない限りは切っていきますよと。三ピンに興味がないと、で転廃。関数ピンは2枚山、はい、そうですね。花岡が、仕掛けを入れてましたが転廃してます。
関数ピン。わかんしない。チートイツ、E ピンを使い切ることを考えたんですね。うん、そうですね。チートイシャンテンですもんね。でローピンと。はい。でもあんまりもう一巡でもローピン持っていきた、いたくないですよね。はい。この一回貫通のローピンを一枚外した後に。そうですね。さあ青山がここでペイをポンします。うん、ポンしてもまだディアンシャンテンで苦しい形。明らかなマンズの本質なので、うん、こうするとスーピンが上がりやすく見えますよね。うん、ちょっとあ走る重ねた。これで白も泣けるなりアンクなれば打点は万眼球見えてきますけど、これでダンプもスーピンも危ないと。うん、多分スーピン打つと思うんですけどね、ダンプがこのままだと、うん、チーピンが出てよりスーピンが切りやすくなってるじゃないですかね、はい。でもマンザはもちろんね、マンザの方が絶対切りづらいんで、はい、まあ青山の手牌をどれぐらいのスピード感と読んでるかっていうところ。あ、積もった、なんか積もりましたね。で単野を、300、500の上がり、はい、この上がりで、ダンプがまた減点割れてます、うん、29,600点になってますね。そしてこの2回戦オーラストになりました。そうですね、この並びは花岡さんにとっては絶好ですね。今の上がりとかもまあいい上がりですよね、うんうん、さあ花岡、このオーラスはもうチャンスと言えますか。リードを広げる、リードというかまあ点数を稼ぐ、攻めやすいですよね。うん、西川さんには向かっていかないのかもしれない、もしかしたら。ダンプにだったら別に向かっていってもテンパイ量で浮かれちゃうじゃないですか、はいはい、向かっていくのかな。ここダンプを沈めて終わらせるのと、はい、ダンプが置いて終わるのでだいぶ違うんで、うん、花岡さんは確かに、うん、なのでダンプが攻め込んだ時は攻め返しちゃうっていう選択肢もありますよね、うんうんうん。まあ、西川さん別に攻められてもね、降りても別にいいわけじゃないですか、はい、1回戦に出すだったし。そうですね、もうすでに2回戦のオーラスでもそれぐらいのなんか人による押し引きの差が出てくるっていうことです。そうですね、うん、ダンプでも持ち点減点欲しいダンプは単野を仕掛けいきそうな手が入ってますよね。はい、泣くのかなと。どうなんですかね。うん、青山ドラ引いた。もう一手待つのかもしれないですね。どうなんですかね、2万とかはね。2万はでもそうか、も2人に持たれちゃう。おそんな、これ泣かないですね、もうね。イーシャンテンまで、あ、イーシャンテン分かんないですよ、形できちゃえばな、ポンテンチーテンあるかもしれない。今の段階で泣いてくっつきに構える必要はそんなにないと、はい、うん、もっと西川ピンズの一通の方に手が伸びてきた。西川さん一応これマンガンを上がってもトップにはならないんですよ、はい、でもソテン欲しいじゃないですか、はい、だからもしかしたらリーチ打つのかもしれないですよね。ダンプもイーシャンテンまで来ました。ディアンメンディアンメン形が相当良くなってます、うん、いや手がマンガン級なんでダンプ泣くか泣かないかすごい、この3ピンどうするか。この3ピン泣けばテンパイ、
泣いた辛い、まあ、やはりここはもう視点減点持って終わるのの大きさっていうふうに全然違いましたね、うん、指示を置いたんですかね。あと花岡さんにもう一回上がれたら相当やばくなってしまう、はい、西川先輩一打ってきたスッチーピン、ね、やはり先ほどおっしゃったように欲しいという、はい、一打ってきましたね。さあスッチーピン対ジャンウソーという状況です。花岡ジャンゾー浮いてますね。スーピンも一応出ていくかもしれない。前に出ればどちらも出ていく可能性がある、うん、打ち込みはないんじゃないですか。西川さんのリーチにはあまり向かっていかないという判断なんで、状況的にはそうですね。でこれで7万も切れるし、はい、まあ、9万もノーチャンスにはなりましたけど、2枚切れなんで9万からダンプの上がりと、5はダンプの上がりとなった。軍配はダンプに上がる。ここで上がってあれじゃないですか。あれ、しかもこれあれですね、あ、西川さん沈まないんじゃない。沈1000点でしょ。そうそうです。あ、3色、あ、2000点か。 3色の方です。はい、あ、沈んじゃうんだ。3色2000点でリチボ出したことで西川沈んでしまったという、なんとそういう結果になった。2000点は痛いですね。はい、2回戦が終了しました。トップが花岡、そして 2着にダンプ、3着が西川、4着に青山という、着順で2回戦が終了しています。この後は3回戦です。